カノンです。今回はお団子をしていきたいと思います。で、今日紹介したこちらの小物を使って作っていきたいと思います。今回はシュシュしか使えないんですけど、まあ、やっていきます。今度からピンとかいろいろ使っていきます。あと、ここにとかつけないんですけど、くじとスプレーも使っていきます。では、やっていきます。まずは、今日は前髪も一緒に上げてお団子します。では、まずは、ちょっとずつ上げていきます。こんな感じに、ちょっと上げれましたので、解いていきます。ちょっとね、こんな感じに。スプレーちょっとこれさこぼれちゃったりもするんですけど、まあ後で拭きます。あとは手でこんな感じでちょっとここにちょっと、ね、こんな感じにできました。そしたらゴムで留めていきます。はい、こんな感じにできましたので、次は真ん中で同じ量ぐらいにしてこんな感じで分けます。そしたら片方を三つ編みします。ちょっとここが飛び出しちゃったんですけど、巻いたら隠れるので大丈夫です。そしたらゴムで三つ編みを留めます。で、ちょっと広げます、三つ編みを。ちょっと三つ編みを広げます。そしたら三つ編みを巻きます。そしたらゴムで留めます。上からかぶせるようにして留めます。で、全部くらいでこんな感じでできたら、ちょっと巻いて、ここをこう折り曲げるようにして、ゴムで留めます。こんな感じできたら、上から種子をかぶせます。はい、こんな感じにできました。で、最後に串で研いました。はい、ではちょっと石回ってみます。ここ、三つ編みもこんな感じでお団子があって、で、ちょっと横でシュシュです。で、こんな形のお団子になっています。はい、できました。ではチャンネル登録やコメントよろしくね。バイバイ、また見てねー。